皆さんこんばんは。本日のマッチはポーランド対日本、コナミスタジアムよりお届けしてまいります。解説は北澤さん、実況はジョン・カビラ、お届けしてまいります。さあ北澤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ両チームイレブンが姿を現します。日本国国歌お聴きいただきます。ポーランド国歌お聴きいただきます。そしてスターティングイレブンです。勝者はどちらなのか。そろそろ試合が始まります。キックオフスタート。ポーランド対日本、ゲームの序盤どう動いてくるんでしょうか。裏のスペースへ、いいボールだ。原口へ、いい展開ですね。サイドを使う、いいボールでしょ。酒井、これは相手に当たってしまいましたがコーナーキックへとなります。立ち上がりのコーナー重要ですからね。原口からのパース、いいボール入りますよ。ゴールキックです。ポーランドは開幕戦で勝利を収め好スタートを切っています。スルーパスを出す、あーこれ要注意ですね。自分で行く、足元大事に行きます。大きく縦へ、ここは競り勝ちます。このボールをカットします。最終ラインまでボールを下げる。ゲーム序盤、両チームともにシュートで終わるシーンはまだありません。ロングフィードで狙う、おいい形ですよ。ボールがつながる、吉田から前線へ、原口へ、ここは間合いを取る、低いボールだ、シュート。本田、クロスへの反応バッチリあったんですが決めることはできませんでした。サイド崩されましたよね、突破されて中央も守りきれてないですよね。今のは本田がこの試合初めてのシュートを放ちました。さあ右へ預けて、内田、
さあ前半中盤に差し掛かる時間帯、スコアは0対0です。サイドのスペースを使います。さあ内田へ、森重、酒井、スルーパスを出す岡崎のシュート、危ない、シュート、決まった、先制、日本、日本まずは1点。いやー、ドンピシャなタイミングでスペースを生かしましたね。そうですね、しかもシュートの位置も最高でしたよね。相手の守備はその前にもう対応遅れてましたからね。結果的に開けてはいけないエリアにバイタルができてしまいましたよね。しかしこういうチャンスを落ち着いて決めるあたりは素晴らしいですよね。1対0先制しています。1点取ると多少余裕が出てくるんですけど、うん、そのゆとりをどうプレーにつなげていくかですよね。そうですね、小林、ここでファールがありました。ここクリアで難を逃れます。自分で行く。さあここでカウンター、さあつながるか、裏へ届くか、シュート、しのぐ、チャンスだ、スペースへ出す、来たぞ、あわやというシーンでしたがここはしのぎます。柴崎、長いボール縦へ、戻りましょう。南野、ここはファールです。日本としてはもう前半終盤なので無理はしないでしょうね。このままリードでハーフタイムに行きたいでしょうからね。裏のスペースを狙う、どう、この距離から狙う、柴崎、裏を狙っていきます、中央へ、柴崎、南野、ここで前を向けるか、味方を走らせる、どうだ、前半終了です。15分間のブレイクの後セカンドハーフに入ってまいります。前半終え1対0、日本まずは前半先制して折り返しました。目まぐるしく攻守が変わっていく中でチャンスを見逃しませんでしたね、はい、この後引いて守りきるという方法もありますけど、まだ1点差ですし守備に少しでも不安があるという状態ではちょっと怖いですよね。そうですね、後半スタートです。日本としては後半攻めに行くのか守りに入るのか非常に楽しみでありますけども、どちらにせよこの立ち上がりは注意したいところですよね。裏へのスルーパス、フリーだ、あそこまでゴール前に人が集まってしまうとシュートコースがなくなってしまいますよね。前線へ大きなフィードです。小林、柴崎、田川、裏に味方を走らせる、さあ内田へ、クロスを上げる、頭で来た、
が合いません。いい位置でフリーでしたからね。ここは決めておきたかったところでしたよね。ミスになった。スルーパス、シュート、守護神触る。岡崎ポスト直撃、いい位置で奪ってのシュートでした。しかし相手のディフェンスは緩慢なプレーになってしまいました。積極的に前からプレスをかけていったことによってこういったチャンスが生まれてくるんですよね、うん、はい、攻撃を生むための守備っていうのができてますよね。なるほど、日本決定的ともいえるチャンスのシーンがありました。縦のボール、日本がこのセカンドハーフの序盤1点差でリードしているんですが、この後はどうご覧になりますか？そうですね、早い段階から決めていけたら最高ですよね。こういったケースでは次の1点の意味が非常に重要になってきますからね。この時間の 1-0 は非常にシビアですからね。先ほどから厳しくチェックされています。そうですね、今日はたくさんシュート打ってますからね。まあ彼に点を取られる前の早めの対策としては非常にいいと思いますけどね。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。日本としては守り切ろうということではなく追加点を狙いに行ってますよね。攻めて勝つというサッカーを展開しますからね。非常に見ていてワクワクさせますよね。香川、サイドのスペースを使う。岡崎、いい展開ですね。さあコーナーキックのチャンス、日本。シュート、変えます。このボールはつながりません。抜ければチャンス、味方を走らせる。素晴らしいグランダー製のシュート。ポーランチャンスを迎えたシーンがありました。そうですね、上げてくる。ディフェンダー集中力いいですよ。サカイ、これもファウルですもんね。森重、柴崎、スルーパスを出す。さあ内田へ、サイドを縦に走らせます。上げてくる、来た、あっただ、来た、追加点、日本、日本突き放します。クロスを頭で流し込んだ。焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。メンバーチェンジがあるようです。
のようなパス、流れを止めます。ペースで出す、裏を狙っていきます。ポーランドは先ほどからゴール前中央付近に集中して守備を固めているようにも見えますが、北澤さんいかがですか。そうですね、人数かけてますよね、相手の攻撃をクロスに絞って、なるべく選択肢を与えないようにしてますよね、まあ中の人数が増えて数的優位を作りやすいので、スペースはできにくくなる分、パワープレーに集中した形になりますよね。一つ前に行きたい。さあ繋がるか。シュート、酒井、長いボールを送ります。ハーフナー前から左サイド、スルーパスを出す。ここはカットします。ここは競り勝ちます。ロングフィードで狙う、このスルーパスは通りません。大きく縦へ、サイドのスペースへ走らせる。いいとこ入りますよ。勝負できますよ。どうだこのシュート、西川のセーブ。ここでコーナーキック、時間はあまり残されていません。決めた、ポーランド後半ロスタイム。コーナーキックから頭でしっかり合わせてきました。いいシュートでしたね。セラス落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。ここで笛です。2対1、日本見事白星を挙げました。さて北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。日本としてはサイド攻撃が非常に多かったですよね。そして中に入ってくる選手との息も合ってましたから、得意なパターンだったと思いますよ。はい、ありがとうございます。さあそろそろ放送時間も少なくなってきました。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。日本、見事勝ち点3をものにしています。